万事手裏剣、棒手裏剣、糸巻手裏剣、奇病十字手裏剣手裏剣は武器の一種で小型の刀剣、針様などの形状を持つ武器である。しばしば忍者の使用武器として剣伝される。敵の戦闘力を減退させるため相手に撃って使用される。投げ剣、手裏剣、打剣撃、撃剣、修理剣、おさむり剣、手裏剣、作刀剣、流星、鼻血弁とも言われる。 敵に武器を投げつけて、傷つけたり、自分の機能を逃れようとする技法は、古くからあったが、その際に使う武器は、つぶてや担当、打コ打ちや、針などだった。使い捨ての武器としては、担当や打コはやや効果で連続仕様に難があり、打ちやは携帯するにはかさばり、針は安価だが威力に乏しい。そういった決定のない、投げ捨て専用の手頃な武器としての手裏剣が、 現代に連なる形態で登場したのは、室町時代末期である。また、形状だけではなく、手裏剣という語自体の登場もこの時代とされる。裏の字には、裏とうちの両方の意味合いがあり、手裏剣の裏とは、表、裏の裏ではなく、代理の語に見られるような、外、うちのうちと解するべきである。手の内に隠されたその剣は、手を離れて、敵を撃つ剣、との意味から、時には、 手裏剣とも表記された。手裏剣の術は、時には武芸18発に含まれることもあるが、剣術などと異なり、毒を使った暗殺術に使えるため、あまり表立って行う武芸としての流星を見たものではなかった。徳川幕府最後の将軍、徳川義信は、手裏剣術の達人としても伝えられている。手近な投擲物で代用できるその技術は、現代においても、 誤診の目的で使用し得るものである。ただし現在の日本においては自分で用意していた殺傷用武器の誤診使用は正当防衛にはならない場合が多く、またこれを用いて防寒等を殺害した場合、未室の故意による殺人罪もしくは傷害致死罪の適用となる可能性がある。手裏剣の所持について重砲刀剣類所持等取締法は 名文で禁止していないものの、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を禁止しており、刃体の長さによっては規制対象となり得る。様々な形状の手裏剣。土産物屋で購入可能である。外国製の手裏剣。手裏剣は海外の忍者愛好家の間で人気がある。手裏剣には大きく分けて留め手裏剣と赤手裏剣の種類がある。留め手裏剣は、 忍者専用の押し手裏剣、制定剣、乱定剣がある。手裏剣の大半は押し手裏剣で細かく分けて、平型手裏剣と棒手裏剣の2種類がある。平型手裏剣は十字型の鉄板に刃をつけたもの、棒手裏剣は鉄でできた消防の片方、または両方を尖らせたものである。制定剣は担当等を手裏剣代わりに使う技で、 乱定権は緊急にその場をしのぐために近くにある、あり合わせのものを何でも投げつける技で、ちゃぶ大回死等がある。赤手裏犬は、皮手等に毒を塗って、相手を殺傷することを目的としており、非正剣、薬剣、毒剣がある。平型手裏剣は、投擲時の回転により飛行が安定するため、比較的短期の修練によって、命中精度が向上すると言われる。 その一方回転音があって、相手に感づかれやすい、傾向に不便、などの欠点がある。また、対象に深く突き刺さるわけではないため殺傷力が不十分なこともあり、歯に毒物を塗布することでその欠点を補完することがある。この用途の場合、歯に同合金を用いることもある。放射状に突出した剣の数により、三方剣、四方剣、万事屋座剣、五方剣、 六方剣、八方剣、十方剣,方剣、三方剣、糸巻剣、鉄管型手裏剣、折りたたみ十字手裏剣、組合十字手裏剣、車剣、貨車剣、鉄端、標等などがある。棒手裏剣は単純な形状の武器ではあるが、流派によって長さや重心などに様々なバリエーションがある。傾向、殺傷力、投的音のなさなど、 平型手裏剣の欠点を克服しているが、より高度な投的技術が必要である。蛍光を容易にするため、両端を刃とする2本の棒手裏剣を中央でハサミのように止め、蛍光時が閉じて棒状、使用時が開いて十字にするという形式も見られる。ネギ流は全重心の重めの手裏剣を使うが、これは剣の飛行を安定させるとともに威力を追求しているらしい。 針型手裏剣、筆型手裏剣、担当型手裏剣、特攻型、平板型、くさび型、丸棒型、切れ出型などがある。矢印の形の手裏剣、表や異常に重たい巨大な手裏剣も存在し、術者次第で様々なものが手裏剣に変化する。万字型の手裏剣は、テレビ時代劇、音密剣士で、同作のプロデューサー西村主日が、 忍者の小道具として発案したものである。その形状も先が尖っていては危ないから万事にしたというもので、西村は後から出てきた番組などで、さもそういうものが昔本当にあったように描かれたものが多くておかしなことだなと思って見ていましたとコメントしている。手裏剣は投げるではなく打つというが聞き慣れないことから小説などでは作者の配慮で投げると表記されることもある。 また、手裏剣を打つことを打剣とも言う。例えば棒手裏剣の場合、打剣の方法は大きく分けて3種類ある。手裏剣を隠し武器、格闘用の小武器に使用する技術がある。隠し武器としての使用法は、一般に広く伝わったものではなく、柔術、剣術などの流派の奥、極意として伝わったため、名称や使用法は流派によって様々である。ある流派では、 穏やか、堅実と称し、その流派では、背後からの攻撃などの不意打ちが多く、狙うところは首、喉元、胸、溝落ち、背骨など人体急所が多い。また、格闘用の使用法を尻剣の裏、打剣を表と表記する。歴史群像が、黄河の里忍術村の協力のもと2005年頃に、行った、命中率に関する実験では、 人間の胸部に相当する1 3 0センチメートルの高さに据えた直径3 0センチメートルの標的に対し平方の十字手裏剣で15回の投敵を行った結果、3メートルでは7発、4 5メートルでは4一発、6メートルでは2発の命中が得られた。よって、同書では命中精度は高くはないとしているが、標的である切り株に深く突き刺さるもので威力としては、 一撃必殺であり、それを考慮すれば3メートルで5割程度の命中率は決して低いとは言えないとしている。また吉福康夫によれば160グラムの死理刑を5メートルの地点から投擲したとき、速度は時速時速55キロメートル、到達時間が0.33秒というデータがあるとしている。これは、到達速度で見た場合野球でのピッチャーの投球に換算したときには、 時速時速 180km を超える高速球に匹敵するものだとしているが実際の投擲速度よりも到達速度の方が大切であるという威力については歴史群像により宇宙3メートルの距離から電話帳実験は屋外で行われたあいにくの雨であったため結果に多少の影響が見られた可能性がある25回の 投擲を行い検証されたが、平方の十字手裏剣で平均299ページ、棒手裏剣で平均249ページを貫通し、十字手裏剣の方が威力が高いという結果が得られた。同書によれば、俗に威力では棒手裏剣が刺さりやすさでは十字手裏剣が有利とされていたが、この実験結果はそれを覆すものであった。 歴史群像は回転などを考慮せず力が込められる。ため十字手裏剣の方が有利となったのでは、と考察している。その他、十字手裏剣はビールの入ったアルミ缶を造作もなく切り裂き、棒手裏剣は約3メートル先のスイカをほぼ貫通した。なおスイカについては十字手裏剣は深々とめり込み発したものの貫通はしなかった。近年スポーツとして、 手裏剣を楽しもうとする団体が現れている。いくつか種類があり、怪我をする危険のないように、ゴムやウレタンなどの柔らかい素材でできた、歯がついてない、手裏剣を投げ合い、相手の体に当てると勝ちとする競技や、ダーツのように敵に当てる競技などがある。折り紙の手裏剣忍者という神秘的な集団が使う、武器として、子供のおもちゃにも模倣されている。安全性を考慮し、 中を空洞にしたプラスチック製のものが多いが、折り紙などでも折ることができるため、子供の遊び道具となっている。ただその一方で、かつては、釘ナイフを手裏剣に見立て投擲する遊びもあった。こういった自作刃物は、釘手裏剣とも呼ばれた。実際の手裏剣を参考に2枚の折り紙で折ることにより、手裏剣の形状を作る。忍者ごっこなどの子供の遊び道具ともなる。 ありがとうございます。